面白いところは関西弁ってすごいこういうレキッとした態度で話すものではなくて、もう本当になんかリラックスして友達同士でお話できるような感じです。話すものではなくて、本当になんかリラックスして友達同士でお話して